はい、続きです。あれ、また相手も落ちてる。なんで、あ、強石か。あー、強石使えばよかったな、忘れてたわ。強石変わるもんな。またここ来るってのもめんどくさいしね。普通に死ねばよかった。仕方ね、死にたくないもんね。さっさと行けということですね、これは多分。そういう係か、半端ないな、こいつ。うお、ゼロ式フィルム3枚だけ。あ、これは使わないでおこう。超強そうだよ、3枚だけって。ゼロ式フィルムはですね、確かあの超強力だけど装填装置んじゃねえ、なんて言うんだあれ、読むんだ、わかんないや。あれが早い、遅いんですけど、威力は絶大だって書いてあるんで。ね。フィルムの種類ぐらいは知ってるんで。ね。ゼロシリーズ、ゼロのね。待って待って、レイが多い、レイが多い。これ大丈夫か？雷鳴ってるぜ、この野郎。そうやな。ちょっと気になることがあるな。ね、こっち。え、何あんで。少々なんもないんだけど、大好き。
雨が降ってきたね。今セーブしとくか。ちょっと待って、回復アイテムの消費が激しすぎるんだよ、俺が下手なすぎて。そういえばここ鍵かかったままやな、そのうち来るんかな。またちゃうちゃうちゃう、またまた途中に幽霊出そうだよね。そんな予感がするんだね。そう簡単になんか、ほら消えてる。あ、着いた。これが消えるとね、幽霊がめっちゃ近くにいたりするんだよね。気をつけないといけないんですよ。なんかそう簡単に幽霊のね、お姉ちゃんのまゆちゃんのところに行かせてもらえないような気がするんだけど、そんな気がするの俺だけ。フィルムの数少ないよな、気のせいか。でさ、ここ行くときまたあいつ出てきたら困るんだけど、さすがに。え、ずっとは戦いたくねえぞ俺マジで。もうめっちゃ強くだからねここ普通に。また反応あるよ、どこだ。なんかあそこ光ってない、下横、コーラあたりで反応してんだけどね。ほんまどこやろな、これなんか反応してんねん、わかんない。これどれに反応してんの、進もう。マジでわからん、何かに反応してるんだけどね。またここ幽霊来ないでしょうね。勘弁だぜ今。ちょっと回復アイテムないから。うわマジで、ちょっとマジでスルーさせて。ですよ、ちょちょちょ。しかもさ、あいつ似たじゃん、もう。やばいやばいやばい。行ったりか、でも辛くない？見てるかな？わかんない。
と待ってこれつらい。あそこまで取り行くのは嫌だぜ俺。そうそうそう、これだ、これ使おう。ちょっとフィルムスがちょっとあるだけだけど、一体封じたぜ。オッケー、ちょっと待ってよ、もう護身室あと2個しかない。まずいな、暗いすぎだよ。詰むかもこの先、不安だわ。急激に難しくなりすぎだよ。アイテム反応あるよ。どこに反応してんの？まあいいよ。ちょっと待って、やばいって、敵が急激にパワーアップすんなし。マジで この後ノーダメでいかないともうほんとつらいぞこれ。何今のして、おおマジで、ちょっとかわせるようになったからいいな。全くかわせないマシ。セーブして終わろうと思ったらこれかい。
あそこに行けってことか。本当は。またあっち行くのかやだな。もう今日は終わる。まあ一日経ったぐらいじゃ俺忘れないタイプなので、多分結構熱よく覚えるタイプだと思うんで、1ヶ月ぐらい覚えるんじゃないかな。まあ多分覚えてると思うんで、まあ今日は終わりにしたいと思います。はい、もう一人でございました。まあカメラのバッテリーもないっていうのが一番の理由ですけど、はい、ではご視聴ありがとうございました。